どうもおはようからこんばんは、とのでござる。レッドプライドオブエデンやっていきましょう。というわけでハロウィンイベントが開催されております。新たな、新キャラといいますか、このゲームにおけるスキンとかいろいろあるんですけれども、結局別キャラとして扱われているんで、そのために引いてまた鍛えないといけないという。で、今回はクイーンと、であとはショーが、ハロウィンコスというのかな、ショーに関してはキョン氏で、クイーンに関してはシスターみたいな感じでこう仮装しておりますけれども、見てください、もうなかなかエロいですよねショーに関してはね、私が最初に引いた SS レアかな。で、最初の方はね、いわゆるトップ画面っていうのかな、にしていたんですよ。キョン氏だけでなく様々な怪異が現れやすいという、リーダー殿も夜道には気をつけるでござるよ。声優はね、竹達彩奈さんで、なかなかねいい声でして、この季節には一緒のセリフかハロウィンイベントはね一旦完走はしております。クイーンもなかなかエロいなで、前にねイベントやった時に敵の強さがかなり強くてっていう話はね、いつかはしたと思うんですよ。で、多分私の、このリーダーたちのこう戦闘力っていうのかな、あれにこう比例して敵も強くなっていくと思うんで、私とかも最後の方まで来たらハードかな、イベントクエストの、今回も周回は終わっているんですけれども、敵の強さとか200万ぐらいまで来ましてね多分ね、もっとこう弱いって言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、戦闘力の低い方だったらもうちょっとこう弱めみたいな感じになるんでしょうね。今回も集会は一旦終わらせてはいるんですけれども、で、ぼちぼちね、今日11月1日でして、今シーズンの闘技場がもうリセットされるんですよね。で、現状ね136位なんですよ。前ね、前シーズンも120何位だったっけな、ちょっとね落としたけれども、1週間ぐらい前かな、1日だけはね98位に入れたギリギリ100位に入れるかどうかっていう実力、私だけじゃなくてね、こうもう100番台とか来てくると、もう皆さんかなりねもう研鑽し合っているんで、私だけじゃなくて皆さんもねかなり強くなっていると思うんで、果たして次のシーズンではまた100番台に入れるのか、それとも前々シーズンかの時みたいに200何位まで落ちるかどうかはわからない。ちゃんとねこのショーにしているんですよ。ただ防衛陣形に関してはまだショーは育っている途中でして、で、私ね椿をね無事引けたんですよ。これね、ダメージ分散かつあとはHP 回復もあったりするんで、彼女がいるだけでねだいぶ違うんですよ。アイリンはね絶対入れるけれどもね、そろそろアロエあたりがちょっと心配でして、一応ね星は5まで上げているんですよ。で、結構突破もみんなしているんですよね。ぼちぼちショー、このハロウィンのショーを鍛えて加えてあげたいなって思います。現在レベルは56で上げている途中です。もう一人の大元の将はレベルは70にしているんですよ。というのも前にギルド戦がありまして、で、あれをねやるためにはだいたい3グループぐらいだから計18人ぐらいで戦うんですよね、自分の、手持ちのメンバーで言ったら。そのためには結構層というのかな、厚い層で挑まないといけないんで、いろいろレベルもね上げてます。ソフィアは個人的に可愛いと思っているんで、レベルは70にしてて、覚醒ももう最後までいっています。あとはメイちゃんとか入れたり、今こう スクロールしているんですけれども、この見切れるぐらいかな、ここまででだいたい戦っているんですよ。だいたいここまでで18人ぐらいかな。それでもね、やっぱりなかなか勝てない日の方が圧倒的に多くて。で、今回じゃあやっていくのは、遠征をやっていこうか。ここはね、遠征3ステージあるんですけれども、私はいつもね、ここはやらない。敵がね、やっぱり若干強いのと、層が厚いといっても、
大体ね、2、3回ぐらいかな、戦って精一杯だったりするんで、ちょっとね、厳しいかなって思って、大体ここ行くんですよ。で、前日の進捗度においてここはショートカットできる。いろいろアップデートもありまして、戦闘スピードもかなりね速くなったのはね助かるんですけれどもね。まあこうして実況を送ってて、果たしてちゃんと処理落ちしそうな気がしてちょっと怖いんですよね。でチャレンジでして、ここはね途中まで行っていると、まあ、疲労っていうのかな、編成しているメンバーが1回分の戦闘使えなくなるんですよね。じゃあせっかくだからちょっと章を加えてみよう。ピョンとマイルでござる。この章のピョンピョン言ってるのがねすごく可愛いんですよ。今度はどんな助上手が。私の武器でどんな敵でもなぎ払ってやるよ。あとはどうしようかな。じゃあウルスラ、新たなご命令嬉しく思います。相手がなかなか硬いんだよな。まあそれでも相手の戦力で言ったら131万で、こっちも最大で言ったら200万はね突破しているんですよ。200万突破していてもね、前に言ったように200万の強さじゃないんですよね。だいたいこう17万8万ぐらいの強さという、いや180万かな。あとは装備だよな。装備が良ければまあ勝てるんですよ。素早さ重視が本当はいいんですけどもね、なかなかそういういい装備がなくて、それ以外のを上げたとしても、まあ、やっぱり皆さんもかなり素早さを上げているのか、闘技場では勝てない方が多い。やっぱ結構早いよな。ここで、一旦通常の速度にしたいんだがな。みんながかなり目まぐるしく奥義を放っている。いけた。これ通常速度ね。速いように慣れていると逆にこうスローモーションに見えてきますよね。モニカくっそ強いな。ラビーも一時期はねいたよ。可愛いからね、青い髪の子って好きっていうのは昔しましたし、そのためにこうアイリンが我がメンバーの最後の砦みたいな感じにはなっているんですよ、青い髪のね。あ、フラワーもね一時期使ってた。やっぱり回復がいるなって思って使っていたんですけれども、まあいまいちこう回復力かな、心もとなかったんで外したんですよ。でギルド戦とかもね正直回復はいらないんですよ。どっちかって言ったらダメージを与えれる子が必要でして、フラワーは外れたかな。ショーはまだ奥義打てないのかな。やっぱり遅いな。これが通常の速度だもんな。ハロウィンイベントとか前のイベントとかも結構ねそのスロットじゃない、くじ引きか、あれを回せれるんですけれども、それがすごい好きで、いつもこの手のイベントが来たら10周ぐらいはするんですよ。今回どうだろうね。ちょっとずつはね良くなってまして、アイテムの素材の交換とかこう誰がどれだけ足りないかっていうのが分からなくなった、分かりやすくなったのは非常にね助かるんですよ。けれどもそのアイテムを変えるためのアイテム、あれの入手がどうだろうね。前だったら1回戦えば1個は入手できたんですよ。けれども確率になったのかな、思ったよりも入らないんですよ、その交換するためのアイテム。でグローリアを倒したんで、あとは2人で、ショーが奥義を放てるかな。ショウさん、もともと持っていた刀はどうしたんだろう。まだ強いのかどうかがねまだいまいち分かんないんですよ。
大元の章がねダメージ与えたら回復するっていう吸血的な効果を持っていまして、ウルスラハズシーの、じゃあサラ、お姉さんに任せて、リーダーさんの邪魔をしないでください。だいたいこういう時の敵の編成ってどっかのリーダーの編成とかを多分真似ているんでしょうね。本当に世話が焼けるやつ。大体こうもう上位まで来てくると編成している子ってあんまり変わり映えがないんですよね。けれども私もねこうこだわりがあって気に入った子しかやっぱり加えたくないというのもあるんですよ。ある程度妥協しているところはあれどやっぱりこの子はなっていうのもいまして、まあ、それを省いて自分のお気に入りだけを編成してそれをどんどん鍛えていってどこまでいけるか。それでも136位だったら、まあ、十分上位かな。アクティブがねどれだけいるかねさっぱりわからない。ギルド戦していると結構ね上の順位って1000グループぐらいはいまして、で一つのギルドでもだいたい20人ちょいなんですよ。とするならば結構アクティブな人もいるとは思うんですよね。私のギルドも20人ちょいいまして、それでみんな精一杯頑張って一周はね終わらせて、2周目の最後ぐらいかなで終わったんですよ。その状態で1000何位ぐらいでして、レンジャーっていう称号は得たんですよ。ともなるとそこまでやっているんだったら結構な数のギルド、もう数千ぐらいのギルドがあるんでしょうね。だったらアクティブのユーザーも多分10万人近くはいるんでしょうね。その中で130何位だったらもう相当上位だと思うんですけれども、なかなか難しいんですよね。で、この戦いが終わったらみんな疲弊状態になるんで一旦メンバーに関してはリセットされまして、でこっからいつも私が編成している主力たちを入れます。この椿の場所がちょっとね迷っているんですよね。みんなこう目の前にここにいたり、あとは前衛の両端のどっかにいたりするんですよね。私は後衛がちょっと心もとないんで、そこを守れるように後ろの真ん中に置いているんですよ。どこがいいんだろう他の人をね真似たりはして配置換えしていてもやっぱり勝てないという。いや100番台だったらもう十分だと思うんですがね、やっぱり何回かは100位以内には入ったことはあるんで、そう思うとねやっぱり恋しいんですよねそのランキングというか。歩く賞金ちゃん、歩く賞金ちゃん、逃がさないよ。モニカの攻撃ですら無事ブリジットには通用しないという。この身を尽くしてみせましょう、この身を尽くしてみせましょう。さっきウルスラが2回攻撃しましたが、連撃ってどういう条件下で発動するんだろうね。やっぱり挑発が便利挑発便利でもね、まあ、ダメージもそこそこ出せるからな。でモニカで攻撃すると、攻撃して敵を倒すとある程度のダメージが他のキャラクターにも転嫁されるっていうのを取ってまして、でモニカも攻撃力をかなり上げているんですよ。敵があと1人だったら奥義設定しておくのももったいないんですよ。けれどもね、前倒したタイミングでこう奥義の発動をオートにしたらバグってってか、まあフリーズしたんですよ。それが怖いからもうやめたんですよ。ダイヤもまあ余ってはいますが、で死毒っていうのかな、 SP 減少とか、あとは自身の SP 回復、であとは防御力ダウン。果たして強いのかどうかまあ育ててみないとわからないところはあるんですけれどもね。結構ね育成コストもあったりするんで、
いろんなキャラクターをこうまんべんなく育てるっていうのは難しくて、私もギルド戦のために3グループ群は育てはしたんですけれども、結構大変だったかな。こう経験値アップのための薬剤を入手すればレベルが上がって、で覚醒した星によってはめちゃくちゃなお金を取られるんですよね。で1日の入手できるお金の上限も決まっていまして、まあ、要はスタミナをどんどん回復させてその分回るんですけれども、それも回数制限があったりするんで、1日できることって結構限られているんですよ。椿が実装されてからグローリア使う人って結構増えたような気がする。重症効果があれば回復効果がね、無効になるんですよ。ミアもね欲しかったんですがいないんですよ。いやさっきね挑発もいいなって思っていたんですが、ミアみたいに気絶もいいかなって思っててまあいないんですが、いやルルリカもいないな意外と最近のイベントとかで追加された子って取っていないんですよ。 いるのがその椿とか、あとはハロウィンのショーぐらいであって、他のガチャはねなかなか渋いんですよ。てっぺんってどれぐらいだろう、しばらく SS レアが出なかった時期もあったりして、天井が何十連ぐらいなんだろうね。ハロエさんそろそろ死にそう。やっぱり行動失敗いいな気絶で。いやね挑発もいいなとは言いましたが、結局相手は攻撃はしてくるからな。でブリジットの装備で挑発が成功すれば防御力が上がるっていうスキルもあるんで、硬いっちゃ硬いんですよ。このモニカの奥義を食らっても、あそっちかエヴァンテか、よし倒した。お仕事終わり。1名復活よりかやっぱり火力アップかな。で今回の敵はそれイノシシだったらね、あの守護で無敵かな、あの状態になるんで非常にね厄介なんですよ。じゃあ後列を攻撃できる子を加えておいて、まあせっかくだから勝負出そうか。ぴょんと参るでござる。まあこんなものでいいかな。賞金をくれたあんたの顔を覚えて。あ、そうか、もうしょっぱなから奥義。SP は引き継ぎできるんで、本来は前の戦闘でうまく調節して、例えばこの戦闘が始まるときに何名かがもう奥義を打てる状態に持っていくのもいいんですよ。けれどもさっき言ったようにそこら辺やっているとフリーズするのがね怖いんですよ。そんな中でこう戦闘速度がめちゃくちゃ上がるって大丈夫なのかっていう心配もある。いやけれども最近あんまりねいい装備も取れないんですよ。だからねちょいちょいね運がね悪くなっている。椿さん、さっき奥義放ったが回復しなかったがどういうことだ。いいね、ボスであっても HP が 20% 以下かな。で、確実に倒すことができるんでモニカはね本当助かる。でこれで終了。ハロウィンというのは良い、ま、故郷で恐れられていた好きなねセリフがあって、ピョンピョン、キョンシーは両手を前に伸ばして跳ねながら進む。このピョンピョンっていうのがねすごく可愛いんだ。戦うのは難しそうでござるな。レベルは今のところ74にはなっていまして、ギルドとかも
まあ現在はアクティブ3人いますけれども、まあ、総戦力で言ったら1813万、いや1962位か。前よりかは順位は上がっているんですよ。けれどもね、まだまだそれだけのギルドが上にいるんでしょ。結構私も頑張っているんだがな個人戦136位の私がいるんだが、まあ、そこはね、あまりこうみんなに頑張ってとはそこまで強要はしないし、私のギルドはアクティブさえしてくれれば特に他制限はないんですよね。とまあこんな感じでメンバーもいろいろいまして、下がね、この4人がねいないんですよ。ミアとかルルリカとかシェリーとかグロリアとかこの辺はいないんですよね。それでどこまで次のシーズン何位までいけるかそこはまあ明日からまた挑戦になるんでしょうね。じゃあ今回はこの辺にしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。